はようございます。ラスカルでございます。今日はですね、相模原にございますもんじゃダイニング鉄板さんにお邪魔しております。こちらのお店3月13日にオープン予定なんですけれども、僕はね、オープンにあたってオープン前にちょっとお声掛けをいただいて料理をいただける形になりました。今ね、目の前にも料理はちょこちょこと出始めてはいるんですけど、まあ、店名にもある通り、もんじゃ焼きがね、メインの料理となっておりまして、まず、こちら1個目。これがまず、デフォのもんじゃですね。で、結構ね、特徴的なものがありまして、基本的なかつおだしの他に、ちょっと、こんな感じなんですけど、鶏白湯と旨辛、こちらの、デフォ以外にも別の2種類のもんじゃがあるみたいでして、じゃあ今回こちらですね。まずこれが、鶏白湯ベースに餅チーズ明太をプラスした、餅チーズ明太もんじゃと、こちら、旨辛の方にはですね、キムチと、豚をトッピングしてあります。今回はね、この3種類のもんじゃと、あとちょこちょこ単品で提供される料理がいただけるみたいでして、ここに見えてるのが和牛のたたきでございますね。めちゃめちゃうまそうなんだけど。ってことで、早速ね、料理も焼きながらいただきたいと思います。いただきます。ちょっと鉄板が温まるまでに、和牛のたたきから先にいただきます。うまい、飲みたい。うまっ、うん、この店名の通りね、ダイニングのお店なんで、まあ、もんじゃ焼きだけではなくてね、いろいろ一品物も出てくるみたいなんですけど、お肉とかの方が多いんですか、一品料理は。いや、そんなことないです。結構バリエーションも、店内もね、かなりこうおしゃれな感じで、いわゆる鉄板ではなくて、まあ、こうやって IH でね、個別の鉄板用意した形になるので、結構ね、女性も入りやすいようなおしゃれな空間になってるんで、ぜひね、ちょっと気兼ねなく食べに来てください。そしたらもう良さそうですかね。あ、はい。欲しいが。まずね、デフォのもんじゃから。よいしょ。あ、どういうことなんだ。あ、これす、あ、これめっちゃうまっ。あ、来た、なんか来た。ありがとうございます。長芋ガーリックバター醤油でございます。いいよ。とりあえずで置いといて、これもめちゃめちゃうまい。キャベツだったり、サクライブだったり、普通のソースで味わうやつよりも、素材のね、味がちゃんと感じるから、全然重くないんですね。全く重くない。うん。うまっ。うん。個人的には野菜をちょっとあんまり細切れにしないで、食感が残るぐらいのサイズの方が甘さとかがね、しっかり感じれるから、僕はこっちの方がおすすめですね。うん、長芋の方も、長芋、
のんべいにはたまんない。ということで、一品目は完食でございます。ありがとうございます。ちょっと僕、車なんでゼロの方でいただきました。たまんないな。続いて、こちらのもちチーズ明太を。こちらのベースは鶏白湯のベースですね。もちってぬるいな。絶対触れるぞ。こっちはこんな感じでございます。見えるかな。見えます。いただきます。なんかすごい。ガーです。ちょっと角煮が登場いたしました。うまそう。こっちも鶏パイタンめちゃめちゃうまいですね、これ。全然違う。もんじゃではないですね、もう。なんかもう新しいですね。うまっ。うまそう。見えたらもう角煮。こんな感じ。うまそう。やっぱ。あ、これめっちゃうまいな。うん。そしたら2品目も完食でございます。これでもなんか普通のもんじゃの焼き方とちょっと変えた方が美味しい気がするんですよね。なんか最初は強火でバッと炒めて美味しい野菜炒め作る感じで、野菜だけ火取ったら水分を飛ばさないで、そこでもう弱火にしちゃって、野菜の味がちゃんと味わえる形で火入れた方がなんかいい気がする。もんじゃみたいに水分を飛ばさない方が素材の味が楽しめて僕は好きです。ああ、あります。2本目もいただきました。またね、鉄板も温まってきたんで、この3品目のこれ、旨辛のね、キムチをいただきたいと思います。1個のスプーンですよ。見えるかな。
うわ、うまそう。うん、うま辛はね、そんなに辛くない。どっちかっていうと、そのラー油の香りが強い系だから、辛いのが苦手な人でも食べれると思います。うん。うまっ。ただ僕がね、ちょっと辛いの好きだから、気を利かせてくださって、この、お味青のソースをいただきました。見えるかな？これが最後の一品ですね。だし焼きそばでございます。うまそう。いただきます。こんな感じでございます。うまそう。見えるかなこれ。いただきます。あ、うまい。チーユもいただいたんで、よいしょ、チーユの方。最高にうまい。これめちゃめちゃうまい。ということで、今ですね、料理の方を食べ終わりました。いやね、一品ももちろん美味しいし、それこそね、メインのね、もんじゃがめちゃめちゃ美味しい。結構ね、味わったことないタイプのもんじゃでね、僕はすごく感動しました。ぜひね、お店の店内なんかも入りやすい雰囲気になってますんで、お一人様でも、複数名様でもご来店ください。改めてオープンの方は3月の13日からになりますので、よろしくお願いします。よー、ラスカルでした。じゃあね。